なんかうさんくさいラッパーに見えるね、コンジュ。イェイ。はい、どうもこんばんは、マキルです。ということで、マキルの K-POP 勉強部屋へようこそ。本日の話題は、JO1 が M カに初出演。イェーイ。イェイ。はい、ということで、M カウントダウンですね。M カウントダウンといえばもう、つい最近か、つい最近になるのかな ?10 月ぐらいにモモリンと、はーってしてきた時の音楽番組ですね。パーター花屋パーター花屋パーターあ、モモリンモモリン花屋撮ったまあ、バンソンでございますけど、まあ、そちらの方に JO1 が出たと、めちゃめちゃ話題になりました。で、そこでですね、JO1、韓国の人気番組、M カウントダウンに初出演、美しい歌声と明るい笑顔で魅力爆発、放送後、韓国で反響を呼んだメンバーは、ということでね、記事が出てますので、下の概要欄にあります、そちらの方見てください。まあ、そちらの方をね、読んで、いろいろと、こう見ていきたいな、というふうに思います。それでは早速読んでいきましょう。ね、こんじゅ。JO1 が韓国の主要音楽番組の一つである M カウントダウンに初出演を果たした。2月25日、JO1 は M カウントダウンにて伝えられるならと、Shine a Light の2曲を披露。爽やかな笑顔と、繊細な歌声で視聴者を魅了した。で、まぁ、そちらの動画もね、もう M カの方で出ております。YouTube チャンネルの方で。ね、そちらの方もぜひ見てみてください。JO1 ファンは大注目してたこの回の出演。放送時、SNS では彼らの初出演を祝う、Our Global Looking JO1 がトレンドワードにランクインするなど大きな反響を見せた。放送後には韓国のコミュニティサイトでも JO1 について言及するコメントが、その中でも特に注目を浴びていたのが、河野純喜くんです。イェイ。ね、なんか、河野純喜くんは、もうなんか、僕も見てましたんで、JO1 のね、プロデュース101ジャパンの方のね、僕見てましたけど、純喜くんなんかすごい垢抜けたね。もう2年目とかになるんかな?なんか活動して、ね、純喜くんが赤髪で今回出てて綺麗な顔立ちしておりますけど、現在鮮やかな赤髪で活動中の河野、赤髪の子は誰?赤髪の子かっこいい、赤髪の子の歌が上手など、彼に関するコメントが多く見られた。プロデュース101ジャパンの頃から韓国人ファンが多かった彼だが、今回も韓国人視聴者の視線を独り占めしていたようだ。ということでね、実験も出ております。4K でございます。ぜひとも 4K で見てください。デビューから休むことなく走り続ける JO1、彼らの美しいパフォーマンスと韓国の音楽番組のシナジー効果に多くのファンが感動しているようだ。すごい綺麗だった。メンバーたちのチッケミがある。M カに出れるなんて最高。スタイリングもすごくいい。みんな歌もダンスもさらに上手くなったね。っていう風に書かれております。ね、もう、純喜くん。かっこいい。もう私の推しは川西くんですので、川西匠くんでございますよ。もう最初から僕言っております。野球部上がりかな?なんか坊主の時の写真とか出回ってましたよね。はい。川西くんがね、もう川西くんも今回かっこよかったんですよ。ぜひともそちらの方も見ていただきたいところでございますけど、本当にね。で、レンくんもかっこよかったね、今回もね。レンくん。もうなんか、なんだろう、センターとかそういうのってあんまりこう、K-POP のあれはないけどさ、なんかセンター、もうセンターって感じがしますよね。なんか勝手ながら、ピロン、トワイス、リアリティ、トワイスツー、あ、タイムトゥトワイス、トワイス&ザ、チョコレートファン、ファクトリー、エピソード1が今、通知きました。ということで、金曜の、6時に撮っております、今。これも見たい。これも見たい。私、後で見ます。ちょっと見ていいですか?僕まだね、ちょっとちゃんと見れてないので、シャインライトの方ちょっと見たいと思います。もう M かっていう感じのこのセットよ。M かって感じ。M かに出たのねって感じする。もうバチバチ日本語でね、歌ってますけど。もう K-POP アイドルよ、もうこんな。なんか韓国語で出したりとかしないんかな ?JO1 って。韓国語で出してる曲あるっけ?韓国語で歌ってほしいな。で、NiziU とかもさ、ちゃんと韓国語で歌ったやつとかあるじゃないですか。Make you happy.あーもう笑ってほしいの韓国版があるじゃないですか。なんかそういうのって JO1 ってないんですか ?JO1 はそういうのはやらないんですか?やってみてほしいところでございますけど、ちょっと調べましょう。僕が知らないだけかもしんない。JO1。でもママも出てたもんね。ママも M カウントダウンっていうかその CJ 界隈だからさ、ママも僕見てましたけど、バチバチ日本語でやった記憶あるんだよな。うん、日本語ですね、やっぱり。記憶が正しいですね。でもやっぱこういうこう、韓国の番組とかでさ、やっぱ、すごいよね。こういうのがちゃんと日本語で出せるっていうのが本当にすごいなって思います。だからもう韓国のね、リアルな反応っていうのもね、意外と良かったなっていう風なイメージでございます。なんか
批判的な声とかもさ、もう日韓関係こういろいろあるじゃないですか。なんかそういうのでなんかね、標的にされないかなっていう心配もありましたけど、でも全然ね、全然ってなんか思ったより全然なかったですよね。そういうところもあ、なんか不思議良かったなみたいな、なんかすごい日韓ってどこまでがなんかこういろいろ日韓関係悪いみたいに言われてたりとかするんだろうとか思ってたけど、全然そんなこともないし、まあ私もさ、韓国住んでてなんか一回もなんかこうね、韓国人の方に日本人がとかこう言われたことは一回もないし、だからなんか不思議ですよね。まあ見えないところでなんかそういう日韓関係で戦ってるんだなって毎回思いますけど、そういうのが今回こう標的にされなかったっていうのがちょっともう個人的にはね、よかったって感じでございます。ジェホンはねえねえ韓国にいたのねいつまで韓国いるのかな会えるかな会えないかなジェホンはもうなんかねえなんか会いたいということで、M カウントダウン。今後もね、なんか JO1 とか、なんか出てくれると嬉しいなっていうふうに思ってますけど、出てくれるかな？でも、もともとはその M 化っていうか、そっち界隈でできたプロデュースシリーズなんで、CJ なんで、M カウントダウンとかは出るんじゃないかなっていうふうに思います。で、なんかコメントとかでも、なんか、M カウントダウンは出るのに、なんで、人気画用とかそういうの出ないんですかっていうのがあったんですけど、まあおそらくですけど、そもそも、M かっていうか、M ネットの番組と、吉本の、あれ、コラボ企画ですよね。JO1、JO1 っていうか、その、プロデュース101ジャパンっていうのは。だから、M ネットが持ってる、番組、M カウントダウン。で、M ネットが企画してる、ママ、MAMA。ママとかも、M ネットが出してるから、もう、JO1 もボーンってもう、ドーンって出せるっていうような感じでございますけど、まあだからかなっていうふうに思います。人気画用とかはまた別の、場所なんで、ミュージックバンクとかも、KBS とかが出してるとこなんで、そこら辺とかは、まあ出ないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今後どうなっていくかわかりませんが、そこら辺も楽しみにしていきたいと思います。ということで、JO1 の皆さんお疲れ様でしたー。めちゃめちゃ良かった。感動しました。日本人がこう、韓国で頑張ってるっていうのが、一番、もうなんか、嬉しいし、なんか、私もなんか、韓国に住んでるからこそ、わー、JO1 頑張ってるみたいな気持ちになりました。ね、今後とも頑張ってください。応援してます。すごい終始おかま口調だった。すごい。やだ、髪のせいかしら。すごくやだ。